前トランプ大統領に代表されるように、アメリカは強硬な対中政策を進めていますが、今回は、なんと、大統領選挙中に中国へ警告とも思われる行動を起こしました。戦略爆撃機が中国へ侵入したというのです。アメリカがこんなことをするとは、びっくりしますね。一つ間違えれば、アメリカ VS 中国の戦争に発展しかねない、危険な行為ではなかったとかと思われます。では、どんな作戦だったのか、見ていきたいと思います。香港メディアのサウスチャイナモーニングポストは、2020年11月27日、アメリカ空軍の B-1B 戦略爆撃機2機が、中国の防空識別圏に侵入したと報じました。これは、アメリカによる中国牽制の示威行為だと見られると分析しているそうです。サウスチャイナモーニングポストの情報ソースは、民間航空機追跡サービスのエアクラフトスポットからのものと述べています。それによると、B-1B 戦略爆撃機2機は、アメリカのグアム島から発進したとのことです。グアム島のアンダーセン基地から発進した2機の B-1B 戦略爆撃機は、空中空輸機2機も随伴させていて、この空輸機から空中給油を受けながら飛行、北西の日本方面に向かって飛んだ後、進路を変えて、台湾方面の西へ向かいました。そして、その方向のまま、東シナ海に中国が設定した防空識別圏に侵入したと見られるのです。アメリカ空軍機の動きを知った中国空軍は、2機の戦闘機をスクランブル発進させ、同時に B-1B 戦略爆撃機2機に警告を発したそうです。実は、この当時、中国軍は、B-1B 戦略爆撃機が侵入した東シナ海を含む南シナ海や渤海などの4カ所で軍事演習を敢行していました。ということは、その軍事演習に対するアメリカの牽制行動を脅しと考えられるのです。一つの中国を主張し、台湾は中国の一部と豪語する中国は自国領だから遠慮する。必要はないとばかり、台湾の領空や領海への侵入を繰り返しています。歴史的軋轢、軋轢や国民感情は全く無視していることは言うまでもありません。特に2020年9月以降、台湾領空への中国軍機の侵犯行為が多発しています。対応すべき役割を担うはずの台湾空軍主力航空機は、F-16A-B ブロック20戦闘機ですが、この150機は1990年代平成一桁に購入した機体ですから、何と言っても老朽化が著しいのです。たまたま訓練中に事故が発生したこともあり、飛行停止中でした。つまり、領空侵犯されても、対峙する戦闘機がないという状態だったのです。台湾の空は開けっぱなしだと中国軍は考えたのかもしれません。要するに、中国の侵入に対する台湾の防衛力はいつもよりずっと劣っていたことは事実です。防空面の危機的な状況があったため、アメリカ空軍は B-1B 戦略爆撃機2機を中国の防空識別圏へ侵入させたと推理されているのです。つまり、アメリカは台湾へのアシストを狙って行動したものと見られているのです。前述のサウスチャイナモーニングポストは、爆撃機の中国防空識別圏への侵入に対して、アメリカが B-1B 戦略爆撃機ほどの大型軍用機をこのように飛行させることは滅多にないことで、逆に言えば、今回の行動は、かなり直接的な中国への警告ではないかと推察しているそうです。
アメリカが中国を無視できないという証拠のようなものでしょうね。それほど中国の存在が大きくなっているということでもあるのでしょう。経済力のある国を世界は無視できないですからね。それは平成バブル時代の日本も同じだったはずです。ここで改めて B-1B 戦略爆撃機について紹介しましょう。B-1B 戦略爆撃機は1970年代昭和45年から54年に旧ロックウェル社が開発した戦略爆撃機です。現在はロックウェル社を吸収したボーイング社が供給していますが、大型爆撃機としては珍しい可変翼を持つ機体ということで知られているそうです。この機体は4機が最初に試作機 B-1A として製造されました。今回の B-1B はその改良、量産型として登場し、1986年、昭和61年に実戦配備されました。それ以降、現在までに100機が就役しました。登場時は東西冷戦の最中だったので、かなり稼働したようですが、1991年、平成3年に旧ソ連が崩壊し、実質的に冷戦構造が終了したこともあって、この B-1B は現在でも現役バリバリで活躍中とのことです。B-1B 戦略爆撃機の各データですが、乗員4名、全長 44.81m、全幅最大 41.67m、最小幅 23.84m、全高 10.36m であり、エンジンターボファンが4機、爆弾搭載量については、機内分が 34.02トン、機外分は 26.7 トンという大きな数値を誇っています。スピードは最高速度がおよそマッハ 1.25、航続距離は約1万2000キロです。胴体内には3つのウェポンベイ、兵装があって、自由落下式の無誘導爆弾から精密誘導爆弾、各種巡航ミサイルまで運用可能という優れた機体とされています。この B-1B 戦略爆撃機の実戦経歴を紹介しますね。2001年、平成13年のアフガニスタン紛争をはじめとして、2003年、平成15年のイラク戦争、2011年、平成23年のリビア内戦、2015年、平成27年と2018年、平成30年のシリア内戦など、主に中東方面での実戦投入経験が豊富ということがお分かりでしょう。とはいうものの、当時の冷戦終結という時代背景もあって、1994年、平成6年には、第二次戦略兵器削減条約、スタート2の制限対象になったので、現在配備されている機体すべてには、核兵器運用能力がないそうです。核兵器を、この B-1B 爆撃機には積めないということですね。実は、この B-1B 戦略爆撃機は、航空自衛隊も F-15J イーグル戦闘機へ搭載するために、調達を進めている JASM や LULASM 等の巡航ミサイルも運用できるということです。つまり、空対地、空対艦攻撃に使える機体ということなのです。こうなると核兵器が乗せられないという前提なのが、日本には幸いですね。非核三原則はまだ有効なはずですから。JASM は、正確にはジャスマーで、マックス射程距離は約925キロにも及んで、空対地攻撃が可能という高スペックなミサイルと言われます。防衛省に言わせると、敵の射程距離外から攻撃できるスタンドオフミサイルであるという認識らしいです。そして、ロラズムは、
空対地巡航ミサイルのジャスマーを土台として空対艦巡航ミサイルへ発展させたミサイルで、ジャスマー同様、敵艦に向けたスタンドオフミサイルとみなすことができると言えましょう。なお、ジャスマーは2016年、平成28年からより一層射程距離を伸ばし、2倍以上の約 1900km まで延伸した新型のジャスマー開発も進めています。このミサイルは、いずれ日本でも購入することになるだろうと見られているようです。ただし、こういったジャズ、ム、系の巡航ミサイルは、射程距離の延伸は確実に進んではいるのですが、ネックがあるそうです。それがスピードで、速度そのものは、依然として青族の巡航ミサイルですから、そのスピードのせいで敵から、迎撃されて落とされる可能性があると思われているのです。2020年9月、中国の SNS 上に、中国空軍が投稿した動画が出回りました。その動画というのが、中国空軍の H6 キロ爆撃機が、グアム島のアンダーセン基地とみられるターゲットを、空対地巡航ミサイルで攻撃する内容だったのです。言うまでもありませんが、グアム島は、アメリカの領土です。そのグアム島の基地を攻撃するということは、アメリカへの宣戦布告と同じことではないかと考えられるのですが、中国の動画のような攻撃が実際に可能だとすれば、前述のように、グアム島のアンダーセン基地から B-1B 戦略爆撃機が発進するのは非常に難しいでしょう。でも、そこはアメリカと言うべきでしょうか、先読みが得意なお国柄と言うべきか、すでにこういった事態を憂慮し、想定し、戦略爆撃機を本土へ帰還させる動きを見せているのです。さすがに、アメリカ本土まで一気に攻撃したら、全面戦争になることを中国も避けたいと考えていることでしょう。たとえ、国内に、強硬な対アメリカ論者が多かったとしても、自分から仕掛けたという形になることを中国は望まないはずです。日本の真珠湾攻撃を批判する国ですからね。自分たちが第二のパールハーバーを起こしたと言われたくないはずです。多分。アメリカもそれがわかっているから、爆撃機を本土へと移動させたのでしょう。さて、爆撃機に積むミサイルの性能が、年々向上していることを説明しました。今後は、前述のように、長距離巡航ミサイルの射程距離が延伸したり、極超音速化の影響で、速度が一層速くなることも考えられます。つまり、従来のようなアメリカ軍の持つ攻撃力が危ぶまれる事態になっていく。